前立つような人になるんだったら、人は絶対利を独り占めしてはいけない。首都圏で暮らす人なら誰もが知る立ち食いそばの店富士そば創業者丹道夫さん、西条市出身。17歳の時から4度にわたり上京と挫折を繰り返した丹さん。28歳で始めた不動産業では社員1200人、1日1億円を売り上げたことも。しかし右肩上がりに成長する会社に魅力を感じられなくなった丹さんは会社を辞め、東北旅行で目にした小さな立ち食いそばにヒントを得て、36歳の時富士そばを始めました。母は芸者してたから、いろんな人を見てるのね。そしてある日、道を、君は大きくなったら何になるんだと言うから、いやまだわからない、ちょうど中学校、いや高校1年生の頃ね、春日の当たる窓のところで行ったの、今でも覚えてますけどね。まあ何になろうってもいいけど、人をもしその前に立つような人になるんだったら、人は絶対利を独り占めしてはいけない、利益はみんなに分配してやらないと絶対大きくなれないよということを言われ、一回だけどそれを言われましたね。それはとても僕の人生に大きな影響を及ぼしていますよ。今のこの従業員が1300人ぐらいいるんだけど、みんな人間は平等だから、そしてお金はみんなに与えないと大きくはなれないということをしみじみと感じていますね、今の経営から見ても。